皆さんこんにちは。写真家の瀬尾匠道です。今からご覧いただく映像は、私が普段どのようにペンタックスを使用し森の光を探し切り取っているかをレクチャーさせていただきたく収録してきたものです。なかなか森奥深くに行って撮影ということはできなかったんですけれども、家の近くの川が流れている美しい場所で、そこを森に見立て、撮影してまいりました。そういった場所でも美しい光景というのは切り取れるので、そういった場合の参考にしていただけましたら幸いです。ではご覧ください。本日は、こちらの場所で写真を撮影していきたいと思います。今回の内容なんですけれども、まず、こちらの場所を森と見立てて光をペンタックスの機材で撮影していく、そういった内容になります。使用機材はペンタックス K1 マーク2 と、70-200mm、こちらは、スターレンズの方ですね。それと、こちらの ペンタックス KP の、J リミテッドに、リミテッドレンズの 31mm を使用しております。それとこちらのカバンの中に 645Z そして 24-70 のレンズを装着しております。これらで今回撮影していきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは撮影していきたいと思います。こちらはですね、まず入り口ですね。入り口にも、奥の方、例えば森の中入らなくてもこういったところにも光が存在するわけですね。私が、よく使用しているのはカスタムイメージの、銀の腰というカスタムイメージを、使用しております。そこでこういった調色とかを、選んだり、細かい光の調整をすることができます。今回後で、詳しい写真だ撮った写真だったりとか情報とかも、載せていくので、どんどん、撮影していくので、取り歩きしていきます。まず、ここだけ撮っておきましょう。切る。よし、じゃあどんどんいきますですね。こっち側が、こう鬱蒼としていて、そっち側は川が流れている場所ですね。こういった川が流れている場所もリフレクションがたくさんあるので、こうちょっと望遠で抜いておきましょう。カスタムイメージを再度使用し、コントラストシャドウの調整でハイライトをちょっと切っておいて、ブルーを、調色で入れて、ケルビンを4000ほどに調整、そしてグリーンとブルーを、入れてあげましょう。いい感じの写真になりますね。後でお見せいたします。じゃあ先に進んでいきたいと思います。私の場合は、こう被写体を探すというより光を探していくイメージで、写真を撮っていきます。なのでこう被写体に縛られるという制限が、あまりない状態で撮ることができます。例えばあそこのリフレクションですね、上の葉っぱが映っているリフレクションなんかも、この辺りの光はとても美しいので、抜いておきます。で、光をより際立たせたい場合はこのキーという調節の、パラメータを、調整していきます。あとはコントラストと、細かいシャドウ、ハイライトの調整ですね。でこういった、細かい葉っぱだったりとかそういったものを撮影するときは、このシャープネスの、種類を選べるので、ファインシャープネスに、すると良いと思います。エクストラシャープネスですと、ちょっとこうシャープネスの、輪郭が強いので、エクストラではなくファインの方で細かい描写を、してあげると良いと思います。こんな感じで調整しながら、撮影していきます。ここの手元でこう調整して、でこのアンバーとかグリーンを、混ぜていくようなイメージですね。それで作りをします。
こうでシアンをベースにしてケルビンがこんな感じですね。あ、綺麗。はい、では先に進みます。いや、ここからはもうガンガン取っていきますので、ね、追ってください。まあ、あの辺りは今撮影しております。こういった美しい渓谷ですね。で、まあこう、まあ、大きい光だけ見るのではなくて、まあ、こういったところの現象も追っていくと面白いと思います。まあ、葉っぱから落ちている影ですね。例えばあの辺りを下の影と上の葉っぱ同時に入れてあげたりなんかするとより臨場感が出たりとかもします。まあ、今回はベースで、僕がいつも使っている銀の腰を、使用していっています。後々他のカスタムイメージも、使用していきたいと思います。例えば銀の腰で撮影した場合の写真、それと、例えば雅ですね。雅のサイドを落として木を調整、コントラストちょっと今日強いのでコントラスト調整して、ホワイトバランスですね、微調整して撮影します。まあ、こういった感じで、カスタムイメージを見てカスタムイメージをまあ調整していきます。もうどん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 撮っていきます。まあ、いった、木漏れ日が水に入っているのが綺麗ですね。雅サイド落とすと結構印象が変わります。まあ、落ち着いた色だけど、サイドがしっかり乗ってくれるので、こういった緑だったりとかああいった淡い色を出すのにはとても、有効です。まあ、今日はねこういった場所ですけども、森の中でも、逆に違うフィールドでも、この撮影方法は役に立つので実践してみてください。うん、暑いね。暑いです今日。よし、先に進みます。まあ、ああいったそこの光も綺麗ですね。下のグリーンが映り込んでいるので、そういったものと一緒に、撮影してあげると良いでしょう。すいません。うん、綺麗です。まあ、ああいったところの光も、とても綺麗な印象になります。まあ、今はですね、カスタムイメージのブルーを、使用しております。まあ、ブルー使用するときはマゼンタが結構乗ってしまったりするので、色温度、まあ、というかケルビンをですね、まあ、ちょっと、低めに3900ですね、今に、設定してあげます。でもそれだけだと、寒色系に寄りすぎなのでアンバーを混ぜています。ああいった光ですね。まあ、そこの落ちてる葉っぱを中心に、あの辺りを縦構図で切り取ってあげて、
はですね、まあ、こういった、何でもないや光、まあ、こういったとかも、作りようによっては作品になります。見ます。今、KP でこういう小さいところを撮ってみますね。よし、望遠でも抜いておきましょう。あそこにカモがいるので、その辺り、撮影しておきたいと思います。撮ってます、まあ、ああいった例えばカモがあそこにいるんですけれども、ああいったものもそれぞれの被写体として見るのではなく、まあ、一つの塊として、まあ、まあ、カモにもこう光が落ちてるわけですね。まあ、そういったものを使って、まあ、それぞれの別々じゃなく一つの、塊として光を見てあげると、また面白い写真になったりもします。645Z は3台持ちだと思うので、一度しまいました。例えばですね、まあ、こういった場所、こんなのも、例えばこういうとこは影ですね、光で影で光とこう重なっていたりとかするわけです、まあ、こういったものもこうやって光を利用して撮ってあげれば結構形になります。どっちかというと、まあ、街中とかでも、撮影できます。でこういった場合は、ファインシャープネスではなくて、エクストラシャープネスを、使ってあげるとより輪郭がはっきりと出てきます。例えば空いた光だとほのかを使用しても、面白いですね。朝食でシアンをベースにして、ケルビンで淡めの色にしてあげます。よいしょ。ハイライト切る、火を上げて
今はホノカを使って、撮影しています。ホノカで、ブルーベースやシアンベースにしておきます。でシアンベースにして、色温度をちょっと低めの3800ぐらい、そこに、アンバーを、混ぜてあげます。まあ、マゼンタ混ぜ始めると、ハイライトのところにマゼンタが乗ってきちゃうので気をつけてください。飲もうかな。サイドは1ぐらい。カスタムイメージを、いじるときなんですけども、まあ、光が浮き出るように、あとシャドウが潰れないようにですね、なるべく気をつけてあげてください。まあ、例えばですね、まあ、ああいう、まあ、ちょっと面白い、まあ、光ですね、まあ、鉄だったりコンクリートだったりと、あと植物、まあそこもこう段階的に光が落ちているので、それはまあ縦工事とかで切り取ってあげます。まあ、今はですね銀の腰で、キーをマイナス2ぐらいにしています。でシャドウは明るめに振って、シャドウのところを潰さないようにですね、調色は入れていません。で、色温度4500でアンバーとグリーンをちょっと混ぜることによって、まあ、全体の寄り目を調整しています。まあ、今撮ってるのはあそこら辺の光ですね。まあ、葉っぱを透過して、光ってる部分、泣いたところが好きで、撮っています。あとはまあこういったところもそうですね、まあ、汚いんですけれども、まあ、こういったところもこれ光の塊で影の部分と、あと葉っぱが、まあちょっと黄色だったり白によってるので、まあ、光の反射率といいますか、光が、しっかりとこう出るので、こんな感じで撮ってあげればしっかりと、絵になります。こうやって今見つけたのはこういった木漏れ日ですね。まあ、階段とかと、連なってて綺麗です。今こういったとこも綺麗ですね。もうちょっと濃いめでも僕は好きですね。このくらいにして、今ブルーを朝食に入れてます。ブルーちょっと難しいので、慣れないうちはシアンとかが、
いいと思います。でケルビンを調整していって、これくらいかな。例えばここら辺クモの巣は引っかかってる枝です。巻いたところとかもこうやって取ってあげれば結構絵になったりとかするんですよね。こうやって見ていくとですね、もうこうやってもう葉っぱとかもう光がすごい綺麗なんですよ。で影と光がしっかりと重なっているのが見えると思うので、例えばあそこら辺影の塊ですね。で光があって、あそこら辺の、部分が影で光、まあ、そういったものを取ってあげます。よっ、そうすると結構立体感が生まれて、面白い作品になったりします。カスタムイメージでコントラストが過ぎないようにして、よいしょ。今日はすごく暑いです。まあちょっと白飛びさせたりとか、淡い感じにしてあげたりとかしても面白いです。腰に当てて何しているかと言いますと、こうやってやるのが大変なので、腰でこうやってやって、ここで画面を設定しています。あの辺りも綺麗ですね。まあ手前の光と奥のあの赤のコントラストが綺麗だと思います。まあこういうのは本当にもうシャッターチャンスでして、光がいっぱいあるので、まあ、あの辺りですね、もう手前の、このカッパの光で、手前の影で、奥の、赤い葉っぱの光、これを段階的に、撮影してあげています。なのでよいしょ、かわいい。動かないな。例えばですね、まあ、こういったところもう光どこにあるのっていうような場所なんですけど、こういうところも、例えば手前のところちょっと暗いですね。で、あの辺り少し明るくて、また暗いところと明るいところがこう重なっていってます、まあ、この手前から奥の辺りを、切り取ってあげるとしっかりとした、段階的な光になります。いい感じ。こういったところも本当に森の中とか入っちゃったりするといっぱいあるような光景ですね。こういった一つ一つの繊細な光、そういったものが一つ一つ作品になっていきます。まあこう今日は結構日が強いので、光の調整は大変なんですけれども、逆に曇っていると、光の調整結構楽です。というのもハイライトと、シャドウの差があんまり、曇りの場合だと出ないので、まあ、この手元の、調整で、早めにこうさささっと、調整することができます。今日すっごい暑いのでマスクが、暑苦しいです。
両方で撮影しておきます。例えばですね、まあ、この手前に、まあ、滝のようなものと、あと奥に光がありますね。まあ、そういうのも合わせて撮ったりしてみると、立体感が出て面白いです。うん、あの辺りですね、下の、まあ、木漏れ日の光と、あの辺りの上の葉っぱを同時に撮っています。いかがでしたでしょうか。まあ、今日はですね、まあ、こういった形で、まあ、取り歩きという形式で、ご案内をさせていただきました。まあ、本当に、こういった美しい、ここも、まあ、本当に住宅地というか、まあ、そういった中にある場所なんですけれども、どんどん森の中とかこれから、行けるようになると思うので、そういった中でも実践してみてください。ありがとうございました。
ご覧いただきありがとうございました。最初にご覧いただいた映像は私が皆様と共に撮影に出ているような気分で、収録してきたものです。そして2つ目のスライドは私の森の写真の、作品集となっております。私はどのような作品を撮っているかを知っていただきたく作ってまいりました。このような状況下で遠征もできず森の中には入れないような状況ではありますが、その中でもさらに成長し、皆様により良い、美しい光を届けることができるように頑張っていきます。楽しみにしていてください。今撮影しているこの場所は私の常設のギャラリーです。9月頃まで、サバンナ展を開催しております。ぜひ、ホームページをチェックしてください。また皆様とイベント等でお会いできる時を楽しみにしております。ありがとうございました。